中級へ行こう第9課5位。男。あの男の人は誰ですか？女。あの女の人は誰ですか？女性。素敵な女性ですね。職場。私の職場は雰囲気がとてもいいです。男性。あの男性の名前を教えていただけませんか？看護婦。看護婦さん呼んできて。ほぼ。ほぼさんに助けてもらいましょう。職業。ご職業は？名所。これの名所を教えてください。看護師。看護師の仕事は大変です。保育士。将来は保育士になりたいです。建築家。私は建築家です。運転手。私の父はトラックの運転手です。車掌。車掌さんに聞いてみたら？男女。男女別に座ってください。区別。わからなくなるので区別してください。目を向けます。この問題に目を向けてください。家事。家事は大変です。労働。労働したくないなら、投資したら？程度。この程度の問題なら大丈夫です。調査結果。調査結果を報告してください。A ではなく B。調査結果によると、この商品ではなく、その商品の方が人気がありました。進んで。あの人進んで仕事するよね。本当にすごいと思う。分担します。量がたくさんあるので、みんなで分担して早く終わらそう。共働き。今の日本は共働きが増えています。食事作り。食事作りは大変です。毎日考えなければなりませんから。建築現場。急いで建築現場へ行ってきて。呼び名。その呼び名は嫌いです。復旧。停電していましたが、だいぶ復旧してきました。体力。年を取ったせいで体力がなくなりました。月水金。私は月水金しか学校に行きません。生みます。この商品は利益を生むと思います。曜日。今日は何曜日ですか？少子化。日本はこれから少子化になります。一人暮らし。一人暮らしを始めました。メイ。うちのメイはとっても可愛いです。おい。うちのおいはかっこいいです。苦手な。苦手な食べ物がありますか？コック。将来はコックになりたいです。島国。日本は島国です。に分かれます。日本は西日本と東日本で分かれています。南北に長い。日本は南北に長いです。弓。これは弓です。矢を遠くまで飛ばすものです。
ような形。これ、弓のような形をしていて面白い。気候。あなたの国の気候は？温暖な。日本は温暖な気候です。地方。地方に行きたいです。一年中。私の国は一年中暑いです。独特な。独特な匂いがしますね。行事。こちらが来年の行事ですから確認しておいてください。大陸。地球でユーラシア大陸が一番大きいです。半島。能登半島行ってみない？東西。この駅は東西に出入り口があります。雨季。フィリピンは今雨季です。寒気。フィリピンは今寒気です。熱帯。インドネシアは熱帯に属しています。スコール。スコールが降ってきました。隠します。隠さないでください。上司。私の上司はとても優しいです。遅刻します。遅刻して申し訳ありません。分別します。日本ではゴミは分別しなければいけません。ボランティア活動。ボランティア活動をしたことある？いつまでも。いつまでもこの会社で働いていていいのかな？育児休暇。部長、すみません。育児休暇を取らせていただけませんか？寝坊します。すみません、寝坊しました。問題が生まれます。問題が生まれたので会議できますか？